手をこういうふうにする。
ところを買うね。ありすぎると遅れちゃう。こっちにありすぎると右に取ってから倒しちゃう。やっぱここのところにここから構えてさ、ここにこう戻ってくる。ここにしっかりこっち戻ってくる。ここに戻ってくるからここから体を。この体がこれ重いから前傾してるじゃん。前傾してなかったらこのままだ。前傾してるから必ずここから体回せばこうあるし、体回せばこう触ってこぼれを運動しておく。こうすればこっちの方に効いてる。これの振り方は少し大きめで構わないので力強く入れないで、そう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 、今の形もバカスコの打球だからこういう感じが下がった勝手に上がるなっていうのを確認すれば、下がって上がるな、勝手に下がって上がるな、そう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 、下がった上がる、そう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 、この石外れるな、こっちから来すぎたりこっちから来たり、その外れるのこのブレが。自然的にここに来たらグッと。
しかったね。ボール見ないで、そう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 。いいよ。フィニッシュまでくるんって思って、フィニッシュまで立ってる。フィニッシュまで。おー。